12月、売上どうやったかと言いますとですね、こんなこと言っていいんですかっていうこともね、言っていきたいなと思いますのでね、ようやく今年の、まあ、5月、6月ぐらいには出せると思います。はい、本日はですね、売上発表をしていきたいなというふうに思います。ということで、2022年の12月にね、僕のオリジナルブランドの売上がいくらだったのかというお話をしていくんですけども、これもう毎月恒例になってきましたね。普通、ブランドの売上発表するやつって世の中にあんまおらんと思うけどね、ちょっとこれおかしいからね、毎月こんなニコニコしながら発表してるわけなんですけどもね、まあ、早速、売上の方を発表していきたいなと思います。これ何の不正もなくやっておりますのでね、皆さんね、信じていただきたいなと思います。というのもですね、皆さんにね、ご購入いただいた金額っていうのがしっかりちゃんと工場に行ってるんだっていうところでね、この図見てもらったら分かると思うんですけど、僕仲介業者とかもね一切入れてないし、僕は全部直接工場行ったりとか何やかんやしたりしてますので、よく YouTuber が服作ってる時って大体仲介業者が相手に入ってるんですけど、それ全くないです。僕は工場行ってやってるんやけども、それってでも面倒くさくないですかと、邪魔くさくないですかって言われるんやけども、それが好きなんです。好きやから変態みたいに言ってるんです。工場行った時にね、うわご褒美やって言いながらニコニコ僕言ってるんやけども、まあ、ちょっとそういう風にね変わってるんですけども、まあ、売上の方を見ていきたいなと思います。ではですね、2022年の12月、売上どうやったかと言いますとですね、ありがとうございます。895万6908円ということで、まあ、大体900万円ぐらいの売り上げがあったということでね、本当皆さんありがとうございます。これほんまにね、僕ねいつもこれすごいな、誰の話してんのなと思うぐらいね、自分の話かどうかわからないんですけど、っていうのもね、僕ね別にお店構えてるわけじゃないしね、お店のスタッフ誰か雇ってるわけじゃないやけどもね、僕の動画見てくれてね、うわこれいいなとかね、あこんなん買ってみたいなとかね、日本の企業応援してみたいなっていう方がね、視聴者さんにあなためちゃくちゃいてくれてるっていうことで、あなた方がいてくれてるおかげでね、この活動が成り立ってる。でしかもそれがこうやってたくさん買っていただいたら、また次の新作にね、また発表しますけども、春のジャケット、そして春のシャツとかにこういろいろ展開していきますし、あとこにね若干ちっちゃく椅子が見えてたりしますけど、こういろんなところに繋がってきてるということなんでね、ありがとうございます。ではですね、ランキングも一応見ておきましょう。ランキングがねちょっと最近伸び悩んでてですね、あんまり市場に見せたくないところではあるんですけども、ガクンと下がってますけどもね、見ていただきたいなと思います。2022年の12月は33位ということになっておりますが、今現時点見てください。1月の時点ではね、もう400位ぐらいまで落ちてきちゃってるということなんで、まあこれランキングをねキープし続けるのって非常に難しいんやけども、まあ人と戦うっていうことじゃなくて、まあ皆さんにこれだけね買っていただくと、日本でもトップクラスのねブランドになっていくんだというところがね、非常にありがたく思って発表させていただいております。ではね、次はねレビュー、見ていきたいなと思います。皆さんからいただいたレビューでね、ちょっとね今回こんなこと言っていいんですかっていうこともね言っていきたいなと思いますのでね、見ていただければなと思います。ではですね、これまず見ていきましょう。到着までスムーズでいいんですけども、これできれば追跡機能をつけてほしいですということでね、言っていただきました。ちょっとその辺は改良していきたいなと思うんですけども、ブレスレットですね、ブレスレットをつけてるということで、利き腕だと18センチは厳しかったんやけども、逆の手はね18センチもいけたと。でもまあ20今後買っていきたいなと思いますっていうことなんですけども、確かに腕の利き腕、利き腕じゃないとかで多少違うかもしれませんけども、ずっとつけっぱなしで生活してると。同じくブレスレット、毎日ネックレスをつけててちょうど良かったから、手首にも欲しいなと思っててね、購入しましたと。次パーカー狙ってますということでね、パーカーもありがとうございます。パーカーもそのさっき言ったみたいな感じで新色が出てきますのでね、9月8月ぐらいかなに新色出てきますので、また楽しみにしていただければいいかなと思いますし、今現時点での候補がですね、この辺りをですね候補にしております。この辺ですね、とは言いながらも実際蓋開けてみたら全然違うっていう可能性は大いにありますけども、まあ、一応ねコラムでもお伝えしましたけど、ちょっとこの辺り行こうかなっていうね、僕の独断と偏見でいろいろ考えてますので、ちょっと明るめの色とか、色が今までとは違う感じでね、モノトーンじゃない色が出てくるんだなっていうふうに思ってください。そして次がねジーパンですね。想像以上に履きやすかったのでさすがの一言ですということで、こちらのジーパンなんですけども、例えばねこんな感じで足元にねこうグレーとか合わせてみるっていうのはね、めちゃくちゃ相性良さそうですけどね、まあ黒とか白とかも全然いいやけども、まあ、グレーにするだけでちょっと大人っぽい雰囲気というかね、ちょっとまた違う雰囲気もいいんかなっていうことで、最近僕こんなんハマってます。で次がですねネックレスですね。ネックレス一応45にしたんやけども、長さがちょっと微妙でアジャスターつけてるということで、でも逆に50とかやったら長すぎるから調節ができるようにしてほしいですっていうお声もいただいたりしてね、まあ確かに調節ができるようにすればいいっちゃいいんやけども、このピローンって出てくるのあるじゃないですか、調整した時に。であれをね良しとするかどうかですよね。僕結構こういうの無視してるから、なんか気付いたらね、その
ピローンってなってるとかこう前に来たりとかしたらうざいじゃないですか。だからまあこういう感じで、ね、来たらうざいかなとかって思ったりして一応つけんかったんやけども、まあ、こういうお声もあるのでね、今年ねアンクレットって足につけるやつ出そうかなと思ってるけど、それは調節できるようにしようかななんていうふうに思ってます。だからまあちょっとね期待しておいてください。で、ネックレスね、発送の時にちょっとやめてほしいねっていうことがあって、商品名ね大人の品格漂うネックレスって書いてるのかなり恥ずかしくやめてくださいっていうことでいただいて、ちょっとそれは検討させていただきます。すぐにね対応したいなと思いますので申し訳ございません。だってね佐賀の兄ちゃんも持っててね、大人の品格とどんなやつが買ってんってなるじゃないですか。だからそれはちょっと恥ずかしいって思われたら確かにそうですねってことで、ちょっと変えていきたいなと思いますので申し訳ないです。で次パーカーですね。で、まあ、この時期どうしても黒とかグレーの色味が多くなるので、まあ、ベージュを今回購入しましたということで、ほんまねこうやってフリースと合わせたかったんですけど、こう今シーズン発売されないということなんで、もうベージュも売り切れちゃったしフリースも多分売り切れちゃってると思うんで、また8月か9月ぐらいに入荷予定となってますのでね、楽しみにしていただければなと思いますし、あとフリースですね。このフリースはパタゴニアの R2 とエコアクスのレベル3の、まあ、いいとこ取りっていう感じかなと思いますということで、まあ、気に入っていただけてよかったなと思いますし、あとそれ以外にもね、まあ、このブラウンってあんま見ないですよねと、だからめちゃくちゃ良かったですって言ってくれたんやけども、デニムポーチも買ってくれたんやけども、デニム生地でねリュック作ってって言われてて、あ確かにそれええなと思ってて、デニム生地やけど防水にしてね、で例えばレザーのリュックもいいなと思ってるから、もともとレザーのリュック作ろうかなと思ってたんですよ。でちょっと高級な感じ、ハイブランドっぽい感じの、でも価格を抑えれてるみたいな感じをね、20万も30万もせえへんぐらいって感じで思ってたんですけど、どうせ防水にするんやってデニムの防水リュックもええなとかって思ったりしてたんで、まあ、こういうお声をね基本参考にはしてるんですけど、そういうのがありましたと。でこれいろいろ書いていただいてたんですけども、やっぱ K がつくっていうところがね、まあ、どうなっていくんか今後っていうのが楽しみですっていうことやったりするんですけど、ダブルジップにしてほしいと。ジップが片方しかないとやっぱり着こなしの幅増えへんよねっていうことがあったりとか、あとねちょっと袖のリブのところとかも風の侵入とかもあるんちゃうかなっていうお声がいただいてたりしました。で僕個人的にね今回いただいた意見で、このちょっとピックアップはしてないんやけども、パッと見てて気になったがね、ちょっとこのベルクロの袖口ちょっと安っぽくないですかっていうお声いただいてね、あそういう風に思うかなとかって思って、まあ、僕個人的にはあんま何もとも思わんかったんですけど、だいたいフリースって言ったらね、マノーソレスとかもそうやけども、こういった感じでストレッチバインダーがってね同じような感じなんですけど、このパタゴニアの R2 もそうですね、こんな感じでストレッチバインダーになってるんで、まあ、基本的にはそうは思わんかったけど、確かに言われたらベルクロであってもよかったかなとかって思ったりもしたんですよ。まあ、もちろんそうなったら値段は変わってきますけども、まあ、そういう風にしてもよかったんちゃうかなっていうのはね、まあ、一つ反省というか、まあでもこれはこれでね、インナーで使う時にはこれぐらいの方がちょうどよかったりもしますよね。ね、そうですよね、なんて言ってね、レビューして終わっていきたいなと思いますので、まあでも非常にね、参考になる意見、本当皆さんありがとうございました。では次はね、ちょくちょく皆さんからいただくんですけど、もう返品とか交換無料のやつ終わったんですかって言われるんやけどね、続いてるんです。やってるんです。ずっと僕送料負担してやってるんです。なんやったらね、これほんまかいなと思うじゃないですか。僕ね、ついこの間かな、一回サイズ交換したい。パーカー買ってくれた人おったんでしょ。パーカー買ってくれました。誰とは言わんけどね。で、サイズ交換したいです。あ、わかりました。サイズ交換します。サイズ交換しました。いや、ちょっとね、なんかホコリ気になるんで、他のやつと交換してください。あ、わかりました。じゃあ交換します。やっぱり嫌なんで、返金してくださいって言われて、全部送料僕持ったりしてるんでね、もう4回とかやったりしてるんやけども、まあそれでもね、本人が納得してくれるようにしてほしいなって僕は思ってるんで、基本的には送料全部こっちで負担するから実質損失0円じゃないですか。1000円金もされてるし送料も1円も払ってないから、まあそれでね買えるっていうところが、まあ、オンラインの良さやなと思ってるんで、基本オンライン僕買おうと思ったらね、送料片道だけ負担とかわけわからんことを楽天とかでも書いてあるんやけども、もうこんなんめんどくさいなってなるじゃないですか。やけどまあ送料はもうこっちで負担するから好きなだけ交換して満足してくださいって言われたら、ああそうかってなるじゃないですか。だからね、ああそうかばかりだよ、わからんねんけども、まあ、そういう風にして、まあ、納得して、見ていただければ嬉しいなと思うし、手によった時にあちょっちゃうなと思ったりしたら、もうごちゃごちゃ言わんとね、言い訳並べんと、とにかくじゃあ返金させてくださいって言って、まあ、返金させてもらうっていう形はね、もうこれからもずっと取っていこうと思っているので、まあ、安心していただければなと思います。そしてですね、まあ、軽く2023年の新作ちょっとだけ発表させてくださいっていうのも、何が出てくるかというとこっちに出しますね。まずシャツね、シャツは出てきます。ちょっとカラーが派手なやつも出てくるけども、シャツ出てくる。で次ブルゾン、このブルゾンとかもナイロン系ってみんなマウンパばっかりになるんやけども、ちょっと綺麗めというか、ちょっと男っぽい感じだけどデートでも着れるような感じっていうブルゾンを考えてる、コーデュラのやつね。で次がこのために買ったけど椅子ね、椅子を作るためにこの栃木レザーの牛の牛の皮7枚買ったんですけど、このために買いました。でそれ以外にあったらサングラスね、サングラスも1年前から作る言うて試作何回も繰り返して、ようやく今年の、まあ、5月6月ぐらいには出せると思います。だからゴールデンウィークとかでお出かけするときにつけていただけるかなっていうぐらいな感じのペースで考えてるんですけど、まあ、いかんせん大量生産じゃないんですよ。でサバイ
でも2種類あってね、メガネの聖地ってサバエなんやけど、サバエでも2種類あって、片方は大量生産、もう型抜きでガチャンガチャンガチャンって抜いていくのと、もう片方は手でローラーで削っていくんですよ、角度とかヒューって。だから大量生産僕できひん方でやってるから、そんなにいっぱいはできないと思うんですけども、まあぼちぼちね、まあ無理のない範囲でやってほしいなっていうことで、やっぱ日本各地にはいろんな産地があるんで、そういうのがね続きほしいっていうことで、まあやらせてもらってるんですけども、まあ世界的にも有名やしね、サバエって言ったら世界的にも有名、メガネでね有名やったりもしますので、まあそういうことで新作がそんな感じで出てくるよっていうふうには思っていてください。でまあそれ以上詳しい話に関してはコラムで喋ってるので、コラムを見てくださいね。はい、よろしくお願いいたしますということなんですが、最後にごめんねステッカーを今年からつけるよっていうことと、あとノベルティがあるよというお話をしていきたいなと思います。実はこの上に、ね、ずっと飾ってるこれ栃木レザーの時計なんですよ。でこの栃木レザーの時計、タクゾーなんかずっとあるよねと、でこれを見てもらったら、かわいいねということなんですが、これはですね、このジャパンメディア購入していただいている方にプレゼントしていきたいなと思っております。っていうのも、僕の商品買ったら必ずジャパンメディアのこの白いシールついてくるんですよ。これを7枚集めてもらえたら、もうこれとプレゼントします。だから本来だったらこれで多分1万5000円ぐらいするようなね、ものなんやけども、まあこれは僕からの感謝の気持ちというか、その7回も買ってくれてんのと、せめてこれぐらいプレゼントさせようと。タクゾーもこれ動画のところでね上に載せてるけども、なんか時計ねわざわざ買うのもあれやけど、そういう革のやつってあったら欲しいけども、まあ時計に1万5000円か、もらえねえともらったことになるじゃないですか。そんな感じでね、もらってもらえたらいいかなっていうことと、あとね発送は一応当日発送できるようにしてます。で当日発送できるようにしてるんやけども、もし仮に当日発送以外にも未営業日は待ってねと。だから例えば月曜日に買ったら水曜日までは待ってください。ただ3日経ちましたと、木曜日になって発送通知来たよ、おいタクゾーどうなってんねんと、言ってることちゃうやんけってなった時は、ごめんなさいっていうステッカーつけさせてもらいますので、そのステッカーでちょっと許してください。それ用に作りましたんで、こういったステッカーですね、僕のデザイナーにちょっとステッカー作ってよということで作ったんですけど、これ何のためっていうと、ごめんなさいと、もうお許しこれでお納めくださいということで作らせていただきましたんで、もし仮に発送が2営業日過ぎだと、3営業日入ったと、ただ金曜日買ったけど土日はお休みやけど、月火も来へんし、まだ水曜も来へんだったら、このごめんなさいステッカーが一緒についてきますのでね、まあそれはそれでちょっと楽しみにしていただければいいかもしれんし、ちょっと怒りをねお納めいただければなと思いますので、お代官様よろしくお願いいたしますということで、今月はですね売上の発表をさせていただきました。もう最近ね業者さんに支払う額でかすぎてね、ちょっとびっくりするような額が出てきたんですよ。だからまあまあそれもねおいおい出していけたらいいかなと思うんですけども、毎月ほんま数百万単位でねバンバンバンって700、800とかって出したりとかしてる時もあるので、これどう考えても採算合ってないなっていう時があったりするんですけどね、まあ僕も無理のない範囲でやっていきたいなと思いますので、今後ともよろしくお願いしますということで、本日はですね、2022年最後12月の売り上げを発表してみたという動画になってます。また別動画でお会いしましょう。ありがとうございました。